星の世界の戦争も私たちの世界と何ら変わらないのね。ここまで来たんだ、やるしかないだろ。レイ、私を連れて行ってくれませんか。私は王国を、いえ、この星を守るために行きたいんです。この国は間もなく戦争になり、これ以上事態に関与すればレイとクロエの安全確保に問題が生じます。俺たちローレンズファミリーは歴史ある商人だ。受けた恩には必ず報いる。そういうことだ、何とかする。巻き込まれたのが不運だと思ってここで死になさい。製造番号004213、デュマ起動。保護対象を確認。何なんだこいつは。これは一体。話は後だ、来るぞ。その力は私たちこそ生かすべきだ。彼女さえ支配下に入れればどうとでもなる。そう遠くないうちに迎えも来ます。つまりは奪えということだ。結局こいつらともやるのかよ。戦うしかないの。お互いがお互いを滅ぼすまで止まらないのですよ。すでにベグワルド宇宙軍は星系全域に展開し迎撃態勢をとっている。銀河連邦に反旗を翻すおつもりですか。あなた方の目的は一体何なのです。この星を支配したいのですか。お主の戦いは我々の戦いでもある。死ぬより辛いことは世の中結構あるらしいぜ。諦めるしかない。逃げる可能性も模索するべきでは。全てが終わりではない。父さん、私やるから。何のためにそんなことを。説明してあげればいいじゃありませんか。あなたの役目とその正体を。我々の目的は侵略ではありません。その話を信じる根拠は。命をつなぐ道を拒んだのならその先は決まっている。そこに君の正義があったんだろう。殿下は誇りある死をお望みだ。そんなこと。望むと望まざるとにかかわらず、もはやそうなることは運命だ。プレイステーション。